朝7時半に家を出て、目黒まで行って打ち合わせをして、そして帰ってきてズーム会議に出て、その後生配信です。忙しいぞ。ジャン君、ジャン君、今日はなんだか忙しくてですね、明日の準備で1日終わってしまいました。それとズームと、生配信、ジャン君っていう朝のご挨拶もなかったかな、今日はね。そしてポンちゃん、ポンちゃん、もう夜で寝る時間近くなってますけど、おはようからおやすみ、ポンちゃん、ポンちゃん。明日はクロケンパパ、朝7時半に家を出て、目黒まで行って打ち合わせをして、そして帰ってきてズーム会議に出て、その後生配信です。忙しいぞ。